ミナスジェライスは、ブラジル海軍発の航空母艦。艦名は、同国のミナスジェライス州に由来する。なお、ポルトガル語では、ミナスジェライスは、ミナスジェライス、ミーナスジェライス用に発音され、日本でも、艦名の元となった襲名の場合などは、そのように音社されるのが普通である。しかし、特に艦名に関してのみ、 ミーナ・ジェライスとする表記が古くからあり、1910年春工の戦艦ミナス・ジェライスなども同様にミーナ・ジェライスと書かれることがある。ポルトガル語起源ともフランス語起源とも思われないこの表記の起源は明らかでない。軍艦としてはナイアル・ミナス・ジェライスと記述されるが、艦名の前につくナイアルはアメリカ海軍の US 説やイギリス海軍の HMS のような所属国家。 組織を識別するための感染説当時ではなく、ポルトガル語で、軽空母を意味する、ナビオ、エレドロモリガロの頭文字を取った、監視記号である。関西された固定翼機は、攻撃機、マクドネルダグラス A-4 スカイホークと、対戦障害機グラマン S-2 トラッカーである。 スカイホークはこの間のために1997年に7000万 US ドルで購入が決定されたクウェートの中古機であり、もともとクウェートが1976年に購入した機体の内湾岸戦争を生き残ったものである。全23機中に10機が短座型、3機が複座型であるが、一部は部品取り落としてであり、全機が実動機なのではない。 スカイホークの購入に合わせて1998年4月から海軍が固定翼機の運用権を得ている。元は第二次世界大戦中に建造されたイギリス海軍のコロッサス級空母 HMS ベンジャンスである。1956年にベンジャンスはブラジルに320万円ポンドで売却され、ロッテルダムのベロルムドックで、 アングルドデッキの増設など近代化改修を受けた後、ブラジルに引き渡された。改修費用は購入価格の実に3倍以上にもなった。空母の配備を推し進めたのは、ブラジリアの建設でも知られる、当時の大統領ジュセリーの首チェックであり、官名も彼の出身地にちなむ。ブラジルにとっては、初めての本格的空母であり。 そのため搭載する固定翼艦載機の運用をめぐって、ブラジル海軍とブラジル空軍の間で白熱した議論が交わされた。その結果、1957年空軍が艦載機の運用を主任務とする隊を新設し、空母に出港させることに決定した。この艦の艦隊への編入は1960年になってからで、対戦相会機の母艦としてであった。 本艦の設計は古く、管理も重ねていたため、改修や近代化を経てもその速度は、もはや約20ノットが、精一杯となっており、その速度はより近代的な航空機による作戦に、必要とされている速度の3、4でしかなかった。2000年に、サンパウロが収益し、2隻の空母を維持するには、莫大な経費がかかることもあり、一旦、ヘリ空母に格下げされた後、 2001年10月16日にミナス・ジェライスの退役が決定した。この間の行き先として、同系艦の空母であるインデペンデンシアやベンティシンコデマイオを運用していた実績があり、ベンティシンコデマイオが機関トラブルでドック入りしている際にはミナス・ジェライスで関西域の飛行訓練を行ったこともある隣国のアルゼンチンに購入を打診したが、 艦の状態が悪く近代化改修と維持に経費がかさむことを理由に拒否された。2002年にミナス・ジェライスは競売にかけられた。競売参加者のほとんどはスクラップにして資源再利用を目的としていたがミュージアム艦としての利用を考える購入希望者もいた。特にイギリスの NGO フレンズ・オブ・ザ・ HMS ・ベンジェンスの計画では 第二次世界大戦中に献艦されたコロッサス急行空母艦の最後の一艦であるこの艦を元の HMS ベンジャンスの姿に戻して第二次世界大戦の記念艦とするというものだったこのフレンズ・オブ・ザ・ HMS ベンジャンスの計画はある程度の資金を集めたものの最終的には上海近郊の石膏象徴舎にて同様のミュージアム艦艦計画を持っていた 中国のイベント会社に200万 US ドルで落札された。しかし、その中国の企業は期日までに入金ができなかったため、2003年の10月にこの入札は白紙に戻され、ミナスジェライスはスクラップとなることが決定した。2004年2月にはスクラップとなるため最後の航海に船出し、インドで船舶解体されその最後を遂げた。ありがとうございます。